今ない〇〇を妄想する M8 状態ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、ストレートエニアグラムタイプ1の、うん、あ、有名人で書いちゃいました、ごめんなさい。タイプ1と思われる人とどうやってうまく付き合いましょうか。口説き方、口説き方的な、まあ口説き方、取り入れ方ってドロクっぽいですね。まあうまく付き合う方法、そう、どうやってうまく付き合っていきましょうか、うん、っていうのを考えていければなと、はい、あなたの周りにも多分、うん、いると思うんですよね、うん、でこの今日はですね、このエニアグラム9つの性格診断っていう本ですとか、うんうん、いつもの9つの性格タイプ、うん、エニアグラムでパートナー探しなどを使いながら、うんうん、お話できればなと思ってるんですけど、うんうん、このタイプ1 の、うん、恋愛傾向っていうのが載ってまして、うんうん、まあ、タイプ1は自分が完璧な人間になれば愛されると思っているので、うんうん、その、まあ、欠点があっては愛されないでは、うん、愛されないのではと思っていますと、うんうん、なのでその実際に付き合い始めると、うん、真面目な交際をして、うん、論理観や道徳観に縛られているようなところがありますと、うんうん、なんでルールがあるんでしょうね。ルール、まあ、全てにおいてルールの人ですからね。なるほど。なんでその、まあ、結婚とかっていうのをちゃんと考えようとするし、うん、っていうこともありますし、うん、そのもし恋人やパートナーと関係が破綻すると、うん、自分に非があったのかなって思ってしまいますと、うんうん、で、まあ、タイプ1のパートナーとの付き合い方としては、うん、他人の欠点に目がつきやすいと、うんうん、なのでそのパートナーに対しても相手の至らないところを指摘したり、うんうんうん、批判がましいことを言う傾向がありますと、うん、これは多分恋愛だけじゃなくて仕事とかでも、まあ、多分理想が高いんですよね。でそこに理想に近づけようとする、だから自分もそっちの理想に近づけようとするっていうのもあるし、はい、相手をそっちに近づけようとする、なんでちゃんと多分言う人そっち側こうした方がいいんじゃないのかみたいな、こうするべきじゃないのか、まあ、イメージとして、うん、有名人で挙げられているのが例えば一郎選手とか、うん、市川海老蔵さんとか、うん、V6 の岡田君、うん、あとは少年代の東山紀之君、うん、東山君、うん、が男性でいうとタイプ1だと言われ、はいはい、言ってる人もいます、うん、これ取り上げ方によっては、うん、違うっていう意見は当然ありますし、うん、ここでも多分一人ずつ取り上げていくと、うん、なんか20分とか喋れちゃうような内容になってくるかもしれません。海老蔵本当1かなみたいな話すと、まあ、多分一言で言うとピリピリ感ピリピリ感がある人、威圧感ではないんですけど、うん、ピリピリした感じは空気である、うんうん、で海老蔵とか威圧感もあるじゃないですか。あるあるなのでまあ、1じゃなくて8みたいな可能性もあるかなっていうのはあるんで、うん、ありますよね、こう1人ずつ語ると多分1人ずつで20分とかかかってくるんで、そうですよね。で、まあ、女性では、北川景子さんですとか、TBS の元アナウンサーの小島景子さんとか、うん、ガッキー新垣結衣さんとかも、うん、まあ、タイプ1ではって言われている人もいます、うんうんうん、なんで、まあ、確かに北川景子さんとかも、うん、若干多分、うん、ネア明るい雰囲気はもちろんテレビだとあるんですけど、うんうん、多分実際ちょっとピリッとした空気は、うん、ピリッとしたっていう表現をするか凛としているというか、うんうん、あと、まあ、滝川クリステルさんなんかもよく言われます、うんうん、言われてる人もいます、そう言ってる人もいますいますっていうことですかね、うん、なんでこの人たちにどううまく、うん、男性だったらどうこの人たちと、うんうん、お付き合いをして、うん、とか、まあ、女性だとどうやってやればこの人たちとうまくいくのか、うんうんうん、っていうところを考えられればな、はい、で、これを見ますとですね、そのタイプ1との付き合い方として、うんうん、まあ、タイプ1があなたとの関係に持ち込む論理、うんうん、高い水準、規則正しさ、安定感に感謝をする、うんうん、要は多分この人と付き合うっていうのはその男女関係じゃないとしても、うん、まあ、仕事上でもですね、うん、そのこの人がやっぱルールがあるわけですよね、うん、例えば私デザイン会社で勤めていて、うん、やっぱりデザイナーさんで、うん、やっぱタイプ1の人って
多いなって思うんですね、うんうん、要は自分の中でそのデザインではこれが正しいとか、うんうん、入稿の手順とか手順ではこれが正しいっていう、これが一番合理的なんだからっていうのがあって、だから僕はそれを一応変えないように、で、うん、いつも正しい仕事をしてくれてありがとうねっていうのは、うん、その人に対してやるようにしています、うん、なのでこう一の人はルールが重要なんで、はい、そのルールをどんなルールを持ってるかをまず知ることが重要ですよね。あ、この人が大切にしていること、大切にしていることで、それを知ってそこをそのルールを尊重してあげることがこの一の人とうまく、そうですね、で、うん、ここに書いてあるのが要は感謝をする、それに対して、うんうんうん、あなたのおかげでうまくいっている、はい、で、これがちょっと他の人に受け入れられるかなんですけど、うん、あなたが頼りになる忠実なパートナーである、うん、忠実なパートナーであることを示しましょうと、うんうんうん、この人に対、タイプ1の人に対して忠実であるパートナーですと、うんうん、ルールをちゃんと守ります、その人のルールを私も守りま ますっていうのを示す、そうすると、まあ、関係はうまくいきやすい。で、今ちょっとここでふと思ったのが、これをね、その自己主張の人がこの意見を受け入れられるかっていうのはちょっと今心配になったんですけど、うん、自己主張の人がこの人が敷いたルール、うん、要はでもこの人を例えば北川景子を口説こうってした場合に、はい、口説こうと思ったらそのルールに従った方がいいですよね。ごっくんって飲み込む飲み込めと、うん、で口説かなくてもいいんであれば従わせるかですね、従わせるかっていう部分なので、相手を、まあ、要はこの人に気持ちよくなってもらいたい、そうですね、付き合っていきたい、はい、って思わせればいい、そうですね、うん、っていう部分ですよね、はい、でそれをやりたいかどうかはこっちの問題じゃないですか。なるほどなんで、うん、そうですね、長く付き合ってこうとするなら、うん、私はやるべきだと思ってます、うんうん、自分のことをタイプ6だと思ってます、うんうん、結構得意な方です合わせていくのが合わせていくのが、うんうん、まあ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 って、うんうん、そうだよねって、うん、自分の心をへし曲げて、うん、やっていくところはあります、うんうん、はい、であとはそのカードや贈り物などによって感謝を、うん、やっぱり感謝を示すと、うん、あとは間違いを認める、うん、タイプ1は人々が自責の念を持つのが好きだと、うん、言ってることが正しかった、うん、ってやられると、うん、だよねと、うんうん、私の言った通りでしょ、うん、あーぽいっすねってやりたい人がタイプ、うん、僕が言ってるわけじゃないですこの本を参考にしています、うん、であとはその対立した時は前向きな解決を探している、うん、要は言ってることは正しいけど、うん、もしかしたらこっちの道もあるんじゃない、考えてみて、うん、っていうとタイプ1は合理的な人なので、うん、その合理的に考える、考えてもらえる、うん、あの私みたいに反応的じゃないので、うん、反抗するのか君はっていうことはしない、うんうん、なので合理的に考えて自分が持ってるルールよりもそっちがいいって思えば、はい、多分ルールが変わることはあるかなって、はい、合理的に考えてもらえる、合理的に考えてもらえるんですね、うん、であとはその、まあ、タイプ1、うん、高貴な方です、ルールを守る人です、うん、なのでその基本公平を求めますと、うん、平等公平、うん、そう、不正を許さない、不正を許さないなので家事の分担とかも、あ、それやってくれるなら僕はこっちやるよ、うん、合理ですしね、あ、そうなんですよ、だから男の方が偉いんだからお前これをやれとかっていうのは、うんうん、なんでっていうのはあるでしょうね、うんうん、そう、合理的に私これやったからあんたもこれやってだったら、まあ論理的じゃないですか、合理的、うんうん、でもそれを許せない人もいるのかなって、うん、いや、まあ、古い慣習にとらわれて、うん、いや、まあ、そのルールが入ってしまってる人はいるかもしれないですよね。 あと女性でもそのルールが入っている人なら、うん、じゃあそうするわって、うんうん、お金はあなたがその代わり稼いでねっていう、うんうん、まあ、その辺の均衡がまたありそうですね。そうそうそう、家のことは私がやるから、はい、まあ、それはある意味合理的ですよね、まあ、合理的、確かにこれが仕事っていうことですね、うんうん、あとはマナーを守ってください、うん、これタバコを吸っててポイとかって言われると、うん、多分あなたはこの人から、うん、視界から外れます、うん、なんでやっぱりルール、世の中のルールもそうだし自分のルールもそうだし、うん、今日あるものは守る、うん、っていうのが多分このタイプ1が大切にしていること、うん、
まあでもそこのルールと世の中のルールがずれてることもまあありますよね。おこれ今体調タイプ9です。タイプ9、いろんな人の意見が全部そうだって思える、うん、この世の中のルールが間違ってるみたいなことあるじゃないですか。ある、まあそうですね、うんうん、そのルールは絶対おかしいみたいなことに対して僕も今まあそうですねっていうのがもうまあ本当そう思ってんのかってあるじゃないですか。なんでそれをしなきゃいけないのか、はい、これごめんなさい、もう笑けてくるのは、うん、僕は今もう、うん、もう 6です、タイプ6です、うんうん、多分見え見えなんでしょうね、この6っぽさが6っぽさが多分そう思ってないけど、うん、そうですねってこの場は言っとけで、うん、そうですねって言ってるみたいな、うん、でもなんかあるじゃないですか、うん、その分かります。例えば学校のルールとか、ああそうですね、なんか理不尽なルールとかあったりするじゃないですか。ライン、ソックスにラインが1本はいいけど2本はダメとかって、そういうルールですね。そういうのって何の合理性もないわけじゃないですか、はい、何もない、はい、そういうもの社会のルールだとしても、はい、そういう合理性のないルールは認められないみたいな、はい、っていうことを1の人は思ったり思ってる、うん、僕6なんですけど、うん、2本1本にしろって言ってるんだからすればいいじゃんって僕思っちゃうんですよね、うんうん、じゃあ2本がなんでダメなのかみたいな、言ってんだからしょうがないじゃんっていうのが6です。で1はそれを変えようとしてきますよね。だから生徒会、例えば学校だったら生徒会に入って、この1本と2本の違いは何なのかみたいなもうごめんなさい、もうどうでもいいじゃんってっていう、はい、まあルール、あそうですね、うん、あとはそのまあ感情型、うん、まあタイプ1でもいろいろおとなしい人も、うんうん、まあ、あのウィングによってあるんでしょうけども、うん、感情型だとその些細な否定的な表現で、うん、結構カチッてスイッチが入ることがありますというのが書いてあります、うん、なんでその文句をつけるときは優しく、うん、できるだけ合理的に伝えるのが大事ですと、うん、なんで、まあ、特にタイプ1の人に対しては批判するよりも褒めて励ます、うん、ことの方が有効ですよっていうのはありますね、うん、この自分のルールが正しいと思ってるんで、はい、正しいものを否定されるとイラッとするじゃないですか、はいはい、あと、こうすればもっとタイプ1を支えられますっていう項目で挙げられているのが、うんうん、まあ、あなたが完全であることを証明する必要はないんだよ、うんうんうん、実は世の中って、うん、ソックスはね、1本でも2本でも3本でもなくてもいいんだよっていうことを伝えてあげるっていうこととか、タイプ1が怒った時に、それでも君のことが好きって言ってあげる、うんうん、大体こう離れていきますからね、怒ってる人からみんな。そうですね、でもそこは離れずにあえて近づいて、それでも君が好き、うん、で僕は北川景子に言えます、うん、誰でも言えるか、まあ、その要は例えば北川景子を口説きたいかどうかみたいな話、はいはい、いや長く付き合っていきたいか、うん、はい、でそれってまあ相手にもよるって話じゃないですか。この人さ長く付き合っていきたくない、あそうですね、うん、あもちろん、うん、今はなんでうまく付き合っていく方法、うん、そうそう、はい、なのでこう本当に口説きたい異性の人とか、はい、会社の同僚だとか、うん、あ長く付き合っていく、うん、長く付き合っていかなきゃいけないじゃないですか、はい、仕事上とか、はい、まあ、そういった人たちにはそういうことを、うん、ってことですね、うん、まあ、あとは自分が我慢できるかもありますけどね、こいつには絶対言いたくないみたいな人もいるじゃないですか。なんで今はうまくやっていく方法を考えてますそう、はい、なので、まあ、うまくやっていきたいかって自分の心をまあそうですね、うん、はい、であとはそのタイプ1が失敗したときは物分かりの良い態度を示しましょうと、うん、あとはまあ休みの日は外に連れ出して家族とか責任仕事っていうところからちょっと話してあげる、うん、でリラックスさせてあげるっていうのがいいよっていうのが書いてあります。なので自分はあの皆さんの多分仕事を考えるとね、あのいると思うんですよ、その多分、うん、そう、この人との付き合い方は6の人が一番うまいんでなるほど、うん、要はそのタイプ1の方って要は自分のこだわりとかがあって、うんうん、だから多分周りを見渡すとね、うん、よくいるこんな人、うん、あんな人、うん、例えばそのだらしないのが嫌いで、うん、そのやっぱり机がすっごいいつも毎日綺麗、うん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 、
っていうのは、うん、多分タイプ1の可能性が高い。そう、あ、僕の知り合いも言ってました。机の汚いやつは仕事はできんとか言ってたんでイラッとしたんですよ。なるほど。なんでよく千原ジュニアさんもタイプ1だって言われるんですけど、うん、要はもう家帰るとリモコンの位置は決まっているとか、うん、シャンプーの向きが決まっている、うんうんうん、全てが合理的だからっていう意味で、でもこうシャンプーの向きこっちにもこっちにも合理的じゃないですよ。とか僕は思ったりこのな押すここの部分がこっち向いてれば絵柄が向こう向いてようが僕はどっちでもいいなんですけど、なんでやっぱタイプ、僕もどっちでもいいですよ。なんでタイプによってやっぱさ、うん、タイプ1の見分け方としては、うん、その机がいつも綺麗とか、うんうん、そういう自分の中で合理的に過ごすためのルールができている人、うんうん、そう、あ、だからこうタイプ1の人と付き合う、例えば彼女が北川景子になったとして、はい、こうお風呂入った時にこれをシャンプーのちゃんとやるやらないとルールに従うっていうことですね。あとはその例えば毎朝、うん、決まった時間に起きて決まった時間に仕事を始めてっていう、うんうんうん、ルーティンがある。あ、そうそうそう、朝はちゃんとカレーを食べる、うん、この時間に、うん、この具でみたいな。そう、あ、うちの会員さん、うちあのコワーキングスペースなんですけど、はい、でコワーキングスペース使ってる人って、はい、こう家だとちょっと集中できないんですよねみたいな人が結構来るんですよね。なるほど。で前その1の人と、はい、まあ、1じゃない人と、はい、1じゃない人がそうやってポロッとその人に1の人に言ったら、はい、自宅で集中できるなんて意味が分かりませんみたいな、仕事なんかどこでやったって一緒だしみたいなっていうと僕の僕の感情としてはまあ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 分かる分かる、まあ、そうだよねそうだよねって、うん、っていう、まあ、9の人は、まあ、そういう人に言われるそういう人もいるよねっていう。なるほど、まあ、ここでもやっぱりね、うん、そうそう、あのイズムが違うのでまあ分かるけどみたいな、でもそういう人もいるし、そういうそうじゃない人もいるよねっていう、まあ旧多分多様化なんですよ。僕は自分の心をポキッと押し曲げて分かるよって、まあ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 っていうのが湧いてきます、うん、なので1の人は怒ってましたもんね、そんなの考えられないみたいな。なるほど、っていうやっぱりこの、うん、根源的なのがやっぱりそのエニアグラムっていうのはありますので、うん、次はタイプ2の付き合い方、はい、女性じゃタイプ2の人との付き合い方を、はい、お話ししていきたいと思います。ミッションクリアでございます、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。